お肉を食べない、白米は何年も食べてません。水沢あり、痩せやすい身体を作る食生活が凄す,すぎる。タレントの水沢あり、33が10日までに YouTube チャンネルを更新。痩せやすい身体を作る食生活を公開した。今回の動画で水沢は、痩せやすい身体を作るための買い物として、スーパー、成城石井で買い物する様子を公開。冒頭では、 トマトは絶対と言いつつミニトマトを5パックと、さらに燻製クルミをカゴに入れていた。これらを、夜中めちゃくちゃお腹空いた時に食べるそうで、ミニトマト5パックを1日で食べきるという。発酵食品をなるべく毎日摂る、という水沢はキムチも購入。さらには、練りごまの世界に魅了されてるとも。普段、練りごまをピーナッツバターの代用として使っているそうで、 購入の際は原料が入りごまの実のものをチョイスし、食べる時に自分でヘルシーな甘味料のアガベシロップなどを足して味を調整しているそうだ。なお、お肉を食べないので、大豆をめちゃくちゃ取りたい、という水沢は、油不使用で大豆入りのグラノラもお気に入りだと明かしていた。続いて、自然食品のスーパー、F&F を訪れた水沢。同店でよく購入しているビタミン D が豊富な乾燥きくらげ、 シリアルなどにかけるビーガンチョコレートソースなどを紹介していた。また、水沢は基本的に納豆を毎日食べており、ご飯も玄米派で、白米は何年も食べてませんとも。市販のドレッシングは買わず、オリーブオイルと塩などを組み合わせてオリジナルのドレッシングを作るという。お肉を食べ、